最近本当このカツオのつみれおすすめなんだよね。すごい本当いいお出汁が出るのよ。お野菜も取れるし、肉で作るよりもヘルシーね。これはもうおかずにもなるけど、もはやつまみになる汁だね。深い味わいってそういうことですか。どうも、料理界の原平笠原です。よろしくお願いします。原平さん、何の番組でしたっけ。クイズダービーです。クイズダービー。だほら、最近うちの矢部さんがちょっとほら知的な感じでね、竹下恵子さん的な立ち位置を狙ってるから、じゃあもう俺やっぱ原平さんでいかなきゃなと、うん、原平さんもね、まあ漫画家だけど物知りだから、まあ私もまあまあ物知りじゃん。ちょっと知的な感じでいっちゃうから。笠原さんもってことですか。うん、ああ二人とも物知りな感じで。物知りな感じで、うん、じゃあ行きましょうか。行こうか。俺も今言っててなんだかわけわからないんですよ。はい、じゃあ今日は何ですか。今日はね、ちょうどね、カツオが美味しい時期なんですよ今ね。初ガツオの時期でね。でカツオは皆さんね、まあお刺身とか叩きで食べるイメージが強いと思うんですけどもね、これねすごいねおすすめの食べ方があるんですよ。ぜひ作ってもらいたい。それはね、カツオでねつみれ汁を作る。ちょっともったいないかもしれないけれども、ただねこの時期ねカツオね、まあまあお値段お安くなるんですよ、うん、でほらアジのつみれとかイワシのつみれってあるじゃないですか。でもイワシとかアジってお家でやると小骨がいっぱいあったりとかね、結構扱いづらいと思う、うん、カツオはもうお刺身用のこの柵を買ってくれば小骨取ったりとか一切ないから、ご家庭でも使いやすいんじゃないかなと思って、で今日はカツオを使ったつみれ汁、これを作ります。まあ、まず具としてはね、この、まあ、何でもいいけどキノコ系入れると美味しいんで、今日は椎茸入れましょう、まあ、このほんと硬い根元だけ落として、あとは全部無駄なく使いますよ。椎茸はねこれ立派な椎茸だから、まあ、半分ぐらいに切って、これ薄切りにします。まあ、えのきでもいいし、しめじでもいいし、エリンギでもいいですよ。なんかキノコ1種類入れるとね、旨味が出ますから。でこの軸のところはね、裂いてあげると美味しいから、ちょっと手で裂いて入れましょう。ね、こんな感じです。あとね、これはね、ちょっとまあ面白い具材としてね、今日はレタス入れちゃおうかなと。レタスはもうこれね、手でちぎる感じでいいね。洗ってある。うん、洗ってる、洗ってある。ちゃんと洗ってありますよ。時々野菜を洗ってないんじゃないかって。洗ってますよ。今日もう野菜を洗うってのはもう基本だから。まな板に乗っける前に基本的に野菜って洗いますから、我々料理人っていうのはもう。でもそこはもうだからもう朝起きて顔を洗うぐらいなら、もうさりげなくやってしまう行為ですから。ね。矢部さんが洗ってくれてますもんね。そうですよ。もうきちんと洗ってくれてますよ、すべての食材を。レタスはあの傘が減るからね、結構たっぷりに見えるけど、これぐらい用意していただいて、であとは、薬味系のお野菜で、これみょうがね、これがちょっと硬い根元切ったら、これ小口切りでいいね。みょうがはね、カツオととても相性がいいから、みょうがねさっとお水で洗っといてあげるといいね。ちょっとねやっぱ辛みとかがあるんでね、ただつけすぎると香りなくなっちゃいますから、少し水で洗う程度でいい。さーっと洗ってあげたら、もうこれぐらいにしておきましょう。ね。もっと分ける。これ万能ネギね。小口切りにして。まあこれは薬味なんでね、いろんなお好みのものを最後散らしてあげていいですよ。しそとかでもいいし、かいわれとかでもいいし。あと長ネギね。長ネギはこれはあのカツオのつみれの方に混ぜ込むんでね、みじん切りにします。でこれもカツオとね混ぜ合わせますから、もうその大きいボウルに入れときましょう。はい、そしたらまあカツオね、まあこのお刺身用の柵を用意してもらって、でこれまあ皮があったらね、皮取って、これはもう皮取れてる状態なんで、もうこれをミンチ状にしていきますんで、まあ適当な大きさにこう切ってね、
まあね、これもいいカツオだ、本当全然お刺身で食べていいんですけれども、まあ今日はこれをつめりにしちゃうという。カツオってね、カツオ節にするぐらいで、やっぱね、すごいね、旨味の強いお魚なのよね。カツオももう全然お刺身用に切られてるやつでもいいし、ね、例えばこれ、こうやってちょっと細かく切って、ちょっとこの作業が少し大変かもしれないけど、ミンチ状にしてください。でね、カツオはね、本当にね、すぐにね、鮮度が悪くなってしまう魚なのよ。色も悪くなるし、鮮度が悪くなるとちょっと苦味が出てきちゃうのね。だからお刺身で例えば食べるように買ってきて、残っちゃったりとかしたらもうこの爪にしちゃうとかがいいと思うね。要は火通しちゃえば、ね、持つから。ね、これぐらい。ちょっと粗く刻んだら、そしたらこう包丁でこうね、叩いて、この根元の方を使うとやりやすいね、こういう感じで。よし、これぐらいでいいかね。ちょっとところどころ大きい部分があっても食感の違いで、それはそれで美味しいから、ひき肉ほど細かくしようと思うと大変だと思うんで、大体これぐらいでいいです。したらもうこれね、さっきのネギの刻んだボウルに入れて混ぜちゃいます。だから考えた間ね、お家にフードプロセッサーみたいなのがある方はね、それ使ってもいいよね。はい、そしたらあとはね、ここにね、調味料を入れてね、混ぜ合わせていきますね。お醤油とみりんね、みりん、これおろし生姜、にんにく入れても美味しそうだね、お好みでね。で、片栗粉ちょっとつなぎに入れます。で、あとはお塩をね、二つまみぐらいかな。で、これをこう混ぜ合わせてください。こう調味料を揉み込んでるとね、少しネバッとしてくるんでね。これはちょっとこう粘りが出て、ね、丸まる感じになってきますんで、ね、これぐらいまでしっかり調味料を揉み込んであげたら、これでつみれのね、ベースは出来上がりましたんで、火元に行きますね。はい、そうしましたらね、今日はもうこのね、カツオからすっごい旨味が出るんで、お水でいいです。ベースはお水。お水にお酒入れて、で、だし昆布をこう一かけ入れておきます。で、これ火にかけていきます。まあ、これで昆布の旨味も出て、で、そこにこのカツオのつみれを落としていくとね、ほんとカツオは旨味の強い魚だからね、すんごいいいお出汁が出ます。このカツオのね、つみれのベースは、フライパンで焼いても美味しいよ。ハンバーグみたいに焼いて、生姜醤油とかで食べたらすごい美味しいね。うん。で、沸いてきたらここにね、どん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 このつみれを落として、火を通していきますけど、ここがね、ぐら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 沸いてると、パサついちゃうんでね。沸いてきたら火はちょっと弱めといて、コト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 、これぐらいの、ゆらゆらしたぐらいの火加減で火を通すとね、しっとりジューシーに仕上がりますんで。まあ大体一口サイズをね、で、キュッと丸めて、こういう感じで。まあこれ難しい方はスプーン2本使ってね、やってもらえればいいですよ。ガントリって言ってね、この人差し指と親指で丸めてキュッと出して、形を整えて。で、今日はこれね、今、ゆっくり丁寧に高橋くんがね、撮ってくれてるからゆっくりやってますけど、これ俺が本気でやったらもう見えないから、早すぎて見えないよ、もうもはや。フルキバージョンやっていただいていいじゃん。見えないよ、だから何が起きてるか多分理解できないと思う、まあ、とにかく本当優しい火加減で言ってね。で、全部カツオが入ってこうね、ちょっと色が変わったら椎茸も入れておこうか。椎茸からもさらに美味しい出汁が出るからね。で、これでしばらく火を通していきます。少しアクが出てくるから、まあちょっと最初に出てきたアクはこうやってね、取ってあげましょう。つみれ汁はお店で出すんですか？うん、つみれ汁はよくやるね。うん、鶏のつみれとか、秋になると鮭でやったりとかね。うん、鮭のつみれも美味しいね。でも最近ほんとこのカツオのつみれはおすすめなんだよね。すごい、ほんといいお出汁が出るのよ。で、このつみれに火が通ることで上に浮いてくるからね、こうやってね、ぷくって。浮いてきたらもう火通ったって合図です。まあ、もともとね、お刺身で食べられるカツオだからね、ちょっと中がレアぐらいでも美味しいんだけどね。
で、まあこのぐらいね、カツオがプカプカ浮いてきたあたりで、まあ一回昆布は取り出して、でもこの昆布もあの細切りにして入れて食べてもいいね。これをお任せします。お好みでやってください。そしたら味付けしちゃいますね。お醤油とまたみりんを入れます。あと塩2つまみくらいで、ここで一回ちょっと味見してあげましょう。あー、いいお出汁だ、これ。あー、美味しい。最高だね。まあ、ここで塩加減ね、最後微調整してください。もう今、もうバッチリ。そしたら最後に、このレタスを入れて。このレタスが美味しいのよ。汁物にレタスってなんかね、と思うかもしれないけど、これ本当おすすめ。レタスはね、生で食べれるぐらいですから、もうさーっと、火を入れるくらいのイメージでいいですよ、ここで。あとはもうほんとね、お好みの具材入れてね、お豆腐入れてもいいし、油揚げ入れてもいいし、ね、お野菜いろいろ入れてもいいですよ。わかめとか入れてもいいよね。カツオだけにわかめを入れて。カツオとわかめの組み合わせとか。あとまあね、キャベツ入れたり、もやし入れたり、いろいろ楽しんでください。はい、もうこれでいいですよ。うん。じゃあもう盛り付け。もう。お野菜も取れるし、肉で作るよりもヘルシーね。で、最後仕上げに刻んどいた万ネギと、カツオにはみょうがが相性がいいんで、みょうがのっけて。あとアクセントでこれ黒胡椒ね。粗挽きの黒胡椒が美味しいです。パラパラと。はい、じゃあこれでカツオのつみれ汁の完成です。ではいただきます。カツオのつみれ汁、いいですね。まずじゃあいいお出汁が出てるんでね、おつゆから。あー、しみるね。これは飲んだ次の日なんかこれ最高だよ。この汁のためだけに二日酔いになりたい、それぐらい美味しい。じゃあつみれを食べちゃいますよね。カツオのつみれ、うん、ひき肉とは違うこのゴツゴツ粗い感じのね、このカツオのつみれがうまいね。で、皮膚の通ったレタスがまた美味しいんだよ。シャキシャキしてて美味しい。これはもうおかずにもなるけど、もはやつまみになる汁だね。矢部さん、ビールをお願いします。汁で、うん、ビールいけちゃう。汁で飲み出したらもう大人よ。美味しい。どうぞ。いただきます。いただきます。声裏返っちゃった今の。深い味わいってこういうことですね。旨味が強い。強いね。やっぱカツオってすごいね、旨味のあるお魚だ。季節にぴったりです。いいよねこれ。ちょっとそうめんとか入れて、乳麺みたいにして食べても美味しいよね、これね。ね、水筒に入れてみたいですね。もう一回これを水筒に入れたら、もうその水筒はこれ用にしないとダメだ。買います。それ、生臭さがついてる。水筒買います、これ、うん、料理に目覚めたんですよね。目覚めた。最近教えていただいてます、皆さん。調理がすごい楽しそうな、うん、まあそのうち俺が倒れた時とか頼むよ、ここ。もう一人のケンタロウで。そうだね。だからダブルケンタロウで、もう昔のね、ダブル朝の涙。うん、ダブル朝の涙、抱きしめたいだっけ。そんなドラマって。昔のドラマ見てます。まあテレビっ子だからね。ドラマもでかい。もう相撲も見た。すべてを網羅してる。何でも知らないとやっぱ原平を名乗れないから。何でも知ってるから。知らないことないですか。知らないことないよ。何でも知ってるから。